シエナウィンドオーケストラユーフォニアムの庄司恵子です。星条旗を永遠なれですが、5小節目から、伴奏とメロディーが2小節ごとに交互に出てきます。どちらも割と細かいフレーズで、音域が移り変わるので、自分ができるテンポまでゆっくりにして、さらに間を空けたりして練習をするといいのではないかなと思います。